シスリニックスは軽量なブートローダで、主にリナックスカーネルを起動するために使用される。作者はハンズ・ピーター・アンビン。いくつかの独立したプログラムから構成されており、アイセリニックスなどのコンポーネントが知られている。シスリニックスには次のコンポーネントが含まれている。シスリニックスフロッピーディスクや USB メモリなどの FAT ファイルシステムから、 リナックスカーネルをブートするプログラム。アイセリニックス CD-ROM などで使われる ISO 9660ファイルシステムからリナックスカーネルをブートするプログラム。プキシリニックスプリーブートエクセキューションエンバイロメントを使用したネットワークブートを行うプログラム。エクスタリニックス l i n ク x で一般的なエ EXT2 やエクスト3エクスト4 BTRFS といった ファイルシステムからのブートを行うプログラム。m e m d i s MS-DOS などの古い OS を起動するプログラム。また、二つの異なるメニューシステムを備えており、追加モジュールを開発するための開発環境も用意されている。HDD にインストールされた Linux の起動にシスリニックスを用いる例は少ない。なぜなら、Linux は通常 FAT ファイルシステムには、 インストールされないからである。一方、起動ディスクや、レスキューディスク、ライブ USB、その他、軽量システムのブートにはよく利用されている。また、アイセリニックスは、リナックスのライブ CD や、ブータブルなインストール CD で広く使われている。CD-ROM からのブートについては、標準規格であるエルトリとスタンダードでは2つの、異なるブートモードが規定されているため、 若干複雑である。フロッピーエミュレーションモードブート情報が、フロッピーディスクのイメージファイルとして格納されており、CD からロードされたイメージは、その後仮想フロッピーディスクとして認識される。このイメージファイルのファイルシステムは FAT であるため、ブートローダにシスリニックスが必要となる。エミュレーションなしモードブート情報は CD に直接、 格納される。このモードでは、アイセリニックスを使用して、ブートが可能である。このモードは、制約が少ないものの、BIOS のバグによって正しく動作しないことがある。特に、1999年頃以前に作られたコンピュータでは、アイセリニックスによるブートが不可能なものが多い。そのような場合は、フロッピーエミュレーションモードを使用し、 シスリニックスによるブートを行う必要がある。なお、最近のコンピュータでは、エミュレーションなしモードを問題なく利用できることが、ほとんどである。最近では、ライブ USB でシスリニックスが多く使われている。また、ディスクへのインストールの必要なしに利用できる、スラックスといったディストリビューションでも使われている。プキシリニックスはプックス互換のログを備えた。 ネットワークカードと組み合わせて利用される。Pux 環境は基本的な TCP、IP ネットワークを有効にするために DHCP や BootOp を使用し、Boot プログラムを TFTP によってダウンロードする。この Boot ト,トラッププログラムは TFTP サーバーからダウンロードされた指示に従い、カーネルのロードや設定を行う。よくある例としては p u x リ l i n u x は 中央ネットワークサーバーからの Linux のインストールや新クライアントのブートといったものが挙げられる。エクスタリニックスはディロやグラブのような汎用ブートローダとして使われることが多い。リリース3.74より Syslinux プロジェクトはハードウェアディテクションツールプロジェクトをホストしている。このツールは X86 互換システムの 低レベル情報を表示するシスリニックス COM32 モジュールでコマンドラインインターフェース及び閲覧のためのセミグラフィカルメニューモードを備えている。HDT は COM32 ファイル及びブート可能 ISO イメージ 2.88MB フロッピーディスクイメージといった形で提供されている。ありがとうございます。